踊るんじゃのディスコはちょっと置いといて。どうもコンセンパンチ木村です。どうもみーちゃんです。どうもミラーボールマンです。はい、ということでね、昨日は、うん、このラジオのタイトルが決まりましたね。無事決まりましたね。前回ね、踊るんじゃの、うん、踊るんじゃのディスコはちょっと置いといて。あ、第2回です。これなんか気持ちいいね。うん、楽しい。いいやんか、もう馴染んでるもんな。うん、だいぶいい感じ。こんな馴染むかねっていうぐらい2回目にして、もう歴戦をくぐり抜けてきた感じある。ずっと言うてきたな。めちゃくちゃ愛着持って持ってる。いやいや、僕は好きですけどね。うん、これご当地背中やん。これどういうことよ。ご当地ちょっとな、あの視覚的にお届けしたいけどな。うん、できひん。あとじゃあまあ写真の方で。あ、写真の方でな、上げてくれるんですか。あ、こんな喋るんやってなるよね、いずれに。確かにミラーボールマンこんな喋んねやって。ミラーボールマンライブでは全然喋れへんもんね。まあね、全然喋らへん、うん、科目を極めてるからね。うん、なぜ極める必要がライブで科目やし、物販におらん時も多いし、うん、おっても喋らへんし、おっても喋らへんし。いや、喋ってるよ。怖いやん。おる時は喋ってるから。せやな、なんかミラーボールマンがさ、うん、怖い説結構出てるやん。そう、怖いやろ、そりゃ。怖くないでしょ。怖いやん。うちらにはタメ口で喋ってくれるお客さんもミラボルマンに敬語みたいな。それはまあちょっとね、あの、だから科目を極めてるから、距離置かれとるやんか。凛としようとしてるからね。でもええかもね、そのもしミラーボルマンがさ、うん、ズタズタにけなされてんのあんま嫌やおい回れやとか言ってたらちょっと嫌やん。回されんのは嫌やもん、どっちかっつって、ま、回るのはええけど、回るのはええけど、回されたくない。それは嫌。基本ミラーボルマン、ミラーボルって回されてんねんけどな。スイッチでな、回されとるからさ、うん、いや、まあ、そっから外れた側の人間、ね、あ、そっかそっか、存在としては回されるのは嫌だ。本当オフは自分でね、俺が回るって、うん、まあ回されたくないね。なんかなあ、ミラボルマン怖くないんだよ会作ったらいいかな。あ、でも怖くないやろこの会話やったら。いや、確かにこれを、ね、この会話やったらさ、聞いてもらうと、うん、だ、逆にこれこれ聞いてもらってライブ来たら、あいつなんでライブ喋らんのってなってくれるし、なんでこんな人と喋るとき怖いねってなるよね。なる。3人で喋ってたらこんな楽しそうやね。まあだからまあメンバーにしか心許してないみたいなところはあるかもしれない。ああ、え、やっとして言うな。なんか、まあ嬉しいけど嬉しくないよね。いや、お前ほら考えて、ちゃんとやれよ。考えて、いや、ミラーボールやから。そもそもが、いや、まあまあね、男も入ってるやん、マン、マン入ってるやん。マン言うてるもん。そっちも頑張ってや、ちょっと。言うてもってるもん。何無機質になろうとしてんねん。ヒューマンのマンでもあるってこと。そうよ。何のマンや思って。いや、分かる。ヒューマンのマンでもっつって。そのマンしかないがな。ヒューマンのマンでも、男のマンでも人間やから。確かに。確かに、うん。それはもうちょっと頑張っていく。じゃあ、ね、強化月間課題として。ミラボルマン。売り越してもらおうよ、じゃあ。え、売り子、売り子、あー、うん、せやな。あー、それはいいかもしれないで、ね。でもどうする、あの、明らかに売り上げ減ったらどうする、あの、ミラーボルマン10枚 CD 持ってて10枚持って帰ってきたら切なすぎるやん。確かに切ないな。そこは正直にちゃんと10枚持って帰ってくる。自分で買ったりせんねん。自分で買って、自分で買ってたら、まあ、河原に捨てるとかせんねん。おい、お金でバレるやん。そう、じゃあミラーボルマンはもうじゃあちょっと頑張ってポップなキャラですよってこと。しゃべやな、まあそう、MC とか、うん、ね、そのライ、こう真面目な話をすると、うん、ライブの時の MC はやっぱこうフロント2人いるでしょ、うん、前にいてこう掛け合いしてるから、うん、僕は基本後ろにいるでしょ、うん、あ、じゃあ俺、あ、何、うん、よくあの若手っていうか学生のバンドがよく MC でやるやつやろうかな。やばいやん。まあもう喋ることないんで、え、ドラムお前喋っとく？あのドラム急に振られるやつ。あのうちそれ、あの照明シートとかにそれ言い出したら安定してって感じ。喋っとく、パン。で、ミラボルマン自分で弾かんねやろ。そう。でもあれしようや、あのポイントカードスタンプラリーみたいなさ、ミラボルマンに物販で喋りかけられたら、うん、あのスタンプ1個やって10ポイント貯まったらなんか来るみたいな。来るってね。だからみんなそのポイント持って並ぶみたいな。え、ミラボルマンと会話が弾んだらスタンプくれるの。そう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 。それは誰が決め、ジャッジ。ミラボルマンがあの、いきなり、うん、いきなり腰からあのスタンプを出し出すっていう。押して10個貯まったら、じゃあ鏡プレゼントする。あ、え、おお、ええやん、あれ、ええかって。1個と良かったけど、よう考えたら
僕が街で見つけた可愛いコンパクトミラーをプレゼントするわ。めっちゃ気持ち悪い。そのために10個貯めなあかんの。絶対嫌やん。ミラーボルマン、その10個貯める以上に努力せえや。その経緯は何外で仕入れてんねん。自分をちゃんと見てね、磨けってことね。そういうことかな。